キエフスカヤ駅は、モスクワ地下鉄5号線環状線の駅。鉄道のキエフスキー駅と接続している。環状線のキエフスカヤ駅は、アルバーツコポクローフスカヤセニアフィリオフスカヤセントも、つながっており、そのため環状線の駅の方を、他の路線の駅と区別するために、キエフスカヤ、環状線駅と呼ぶこともある。他の二つの地下鉄駅と共有の入り口は、 鉄道駅である、キエフスキー駅の構内にある。環状線は1950年から段階的に開通していたが、1954年3月14日に、ベラルースカヤ駅パールククリトゥールイ駅間が開通し、キエフスカヤ駅も開業した。この時の開通により、環状線は全線開通となり、名前通りの環状線として完成した。 駅のデザインはウクライナで行われた公開コンテストで選ばれた。白い大理石で上張りされた四角い支柱で装飾されており、支柱の上にはロシアとウクライナの連帯を賛美する大きいモザイク画が飾られている。支柱の間にあるアーチもモザイク画も精巧な金色の装飾が施されている。プラットフォームの端にはレーニンの肖像画が飾られている。 ありがとうございます。